ヨーゼフ・グラインドルはドイツのバス歌手。ワーグナーやモーツァルトの諸作品など、ドイツもののオペラを中心としたレパートリーで、世界的に活躍し、現代作品の総称も手がけた。グラインドルは1950年代から1960年代における、意外かつ重要なワーグナー歌手の一人として、みなされている。ヨーゼフ・グラインドルは1912年12月23日、 バイエルン王国ミュンヘンで生まれる。1932年から1936年までの間はミュンヘン音楽院でパウル・ベンダーとアンナバル・ミルに支持する。1935年にはまだ学生のみながらミュンヘンにおけるウェーバー、マダンのいての公演に出演し、よ九1936年にクレイフェルトにおけるワーグナー、ワルキューレの公演でフンディングを歌ってデビューを果たす。 1938年にはデュッセルドルフ歌劇場のメンバーとなった。ついで1942年にベルリン国立歌劇場のメンバーとなり、1943年にはバイロイト音楽祭に初出演して、ビルヘルムフルト・ベングラーの指揮でニュルンベルクのマイスタージンガーのポングナーを歌った。しかし時代はナチスドイツの天下。グラインドルは1939年に ナチと関連団体に入り、1944年にはアドルフ・ヒトラーの、いわゆる、天才名簿にその名を連ねた。ナチとの縁が、グラインドルのキャリアに、どの程度影響を与えたかは定かではない。第二次世界大戦終結後、グラインドルは1948年に、ベルリンドイツオペラに移籍し、1970年まで在籍して、京369公演に出演した。 ベルリンドイツオペラでは、モーツァルト、マテキノツラストロ、高級からの誘拐の、オスミン、ドンジョバンニの騎士団長、ベドルリハスメタナ、売られた花嫁のケツァル、ベルク、ルルのシゴルヒを主要レパートリーとし、1959年のシェーンベルク、モーゼとアロンのドイツでの舞台初演に際してはモーゼを歌った。この間の1949年から1952年には、 ザルツブルク音楽祭の舞台にも立ち、1951年から再開されたバイロイト音楽祭にも復帰。1956年から1969年の間はウィーン国立歌劇場のメンバーも兼ねた。ザルツブルク音楽祭では、ザラストロ、騎士団長、ベートーベン、フィデリオのロッコ、ベルリ、オテロのロドビーコ及び1949年のザルツブルク音楽祭で、 世界初演されたオルフ、アンティゴネの伝令を演じた。バイロイトにおける活躍は無人で、ワーグナー・オペラにおける主要なバスの役柄のほとんどを制覇した。以上がグラインドルがバイロイトで歌った役柄である。ドイツ国外では、1952年から1953年のシーズンにメトロポリタン歌劇場に1シーズンのみ出演を果たした、 1951年から1961年の間にはパリオペラ座やスカラ座の舞台にも立ってワーグナーの初役やモーゼを歌った。1963年にはロイヤルオペラハウスに初出演し、同じ年の10月には日清劇場のコケラ落としを祝したベルリンドイツオペラの初来日公演に帯同して舞台でカール・ベーム式でフィデリオロッコと 日本初演となるロリン・マゼール式のトリスタン・マルケをハインリヒ・ヒホルライザー式の特別演奏会でハンス・ザックスを歌った。ベルリン・ドイツ・オペラのメンバーとしては1966年と1970年にも来日し、1966年にはオランダ人ザ、ザラストロ、オスミン、1970年にはモーゼとシゴルヒ、モーツァルト、コジュファン・トゥッテなどにアルフォンゾを歌った。 歌手活動の傍ら、グラインドルは1961年からザールブリュッケンの音楽大学で更新の指導を開始し、1973年に一旦引退した後はウィーン国立音楽大学でも指導を行った。その後、1981年に限って現役に復帰し、ベルリンドイツオペラでのリヒャルト・シトラウス、アラベラのバルトナー伯爵を歌ったほか ベーム最後のレコーディングとなるリハルト・シュトラウス、エレクトラのレコーディングにも参加した。1993年4月16日、ヨーゼフ・グラインドルはウィーンで亡くなった。80歳没。デープリング中央墓地にあるグラインドルの墓グラインドルのレパートリーは幅広く、体を成すような役柄、例えばザラストロやハーゲンなど人間離れをして一種の威言や像を持ち合わせた役柄と、 ロッコやハンスザックスのような人間的な要素を持ち、陽気でかつ憎めない役柄とをやすやすと歌い分けることができた。いくらか足りない部分はグラインドルが持つ重めで低いトーンの声そのものによって補われた。歌唱の巧みさは表現力にとどまらず、時として現代作品にも適合することを自ら証明してみせた。グラインドルは、もうぜ、 シゴルヒの他に1971年のアリベルト、ライマン、メルジーネの初演に参加し、1973年に世界初演された、オルフ、字の終わりの劇のプロローグと合唱隊長を総称している。娘は、グートルーン・グラインドル・ロスナーであり、父同様に舞台やコンサートの歌手として活動している。ありがとうございます。